どうもおはようからこんばんは、若殿です。信長の野望創造パワーアップキット版シーズン4夜叉編延長戦、羽柴攻めではございますが、現在ね、停戦が切れまして、逆に羽柴に今攻められているんですよね。いやー、やばいやばい。羽柴家がね、どんどん勢力を広くなっているんですけれども、我々がそれに追いついてないんですよね。で、かつ上杉は押され気味という。しかも姉が工事も ついに攻められ出したんですよね。で、徳川はあの後落としました。で、徳川家の武将を再配置して、まあちょっと準備しようかなってと、準備してたところに、徳川じゃない、羽柴が攻めてきたと。なんとか、ここ、飯田城を守っていきたいところですが、結構厳しいですね。相手は佐久間盛政か、まだ生きてるんですね。で、その間に、ここ城を築きまして、まあ、長篠を攻めるときに援軍が来にくくしようかなって思ったんですけれども、ここを攻められているという、まあ、そんな状況ではございます。上杉もね、押されているんで、北から回り込んで援軍プラスここら辺を取っていこうかなと思って進めています。で、こちら、柿崎に軍団作ってもらっているんですけれども、まあ敵さんがこちらを攻めている間に、まあね、家康さんとかに なんとか岡崎をね、彼に三河を取り返してもらおうと思って、現在待機しております。まあ、こんなね、かなりピンチな状態ですけれども、なんとかやっていきましょう。敵がどんどん通過していきますが、来世よ。しょうがない、家康さんもじゃあ向かわせましょう。承知いたしました。ここの舞台はもう長篠攻め、大道寺と伊達政宗、お任せを。南からは救援部隊として兵が向かってきてはおりますが、なんとか飯田持ちこたえてほしいんですけれどもね。ここら辺の舞台も使えたらいいんですけれどもね、本当遠いんですよ。城が取り囲まれました。さて、包囲されたぞ。そして新たに作った城もどんどん攻め込まれていると。かなり危ない状況だな。正行たちはもうこちらの防衛に向かわせましょう。お任せください。まあ、守るなら開戦っていうのはありなんですけれどもね。さて、長篠がかなりまた 激戦になっていますが、ふむ、敵は長篠の方に向かっていくんですね。じゃあ、しかも飯田はなんとか守りきれた様子。危ない危ない。出陣するぞ。よし、ならばもう、この信也と飯田を守るのはやめておいて、長篠、承知いたしました。こちらに向かってもらいま承知しいょたしました。かしこまりました。さて、貴様らおが命令下長され。篠に向かっている間に、我々は岡崎を報取る告いぞ。たします。先月の収支です。ご用は何ですか？鉄砲をください。いありや、がとうございすましぐ鉄た。砲とか減るね、ほんと。北の部隊はどうですか？上杉がなんとかここら辺で頑張っているなら、我々は、この上原っていうんですかね。騎こ乗ちすら、る。騎乗しちゃダメ。上原を取っていきおまし任ょせを。う。津軽たちは高遠。いや、徳川家のね、武将もお任結せ構くだ入っさい。たんですけれども、なんとね、伊達政宗が徳川攻めていたんですが、本多忠お任勝をせくね、ださい。討ち取ったんですよね。いや、いい武将は欲しかったところですが、おっと、大ドジがやられたか。伊達政宗はなんとかこらえてはいるようですが。
よし、家康さんの力でなんとか三河攻めをしているようですね。しかし長篠にはまだまだ五攻めの兵がいる。そして北からはさらに増援、東道高虎。待機します。岡崎にも兵はいますからね。かなり危ないな。兵糧補充して別方向から攻めよう。はい、おそらく敵はこの岡崎で防戦状態に出ると思うので、こんな感じですね。で行きましょう。かしこまりました。ひれ伏せ、これが独眼流の戦だ。戦はかっこいいですね。出せる兵はもういないですねこれでいっぱいいっぱいですよ。さて高遠攻めも開始です。出陣する、待機せよ。承知いたしました。織田長政か、ほうほう、浦久さんがいるんですね。あとは前の長安、長頼か、前の長安。命にするな、生きるのだ。いや、上原は我々が先にもらいますよ。すまんな上杉、あんたらにはね結構貸しがありますからね。表情を始めましょう。報告いたします。城の一つや二つ私がいただきましょう。さてこちらの舞台どうしようか。まあいい、東海道を進んでもらいましょう。いや、攻められた時はどうなるかと思いましたが、なんとかいけているようですが、一応ね、飯田とここ深夜ですかねには武将は伏せているんですけれども、命にするな、生きるのだ。長篠やっぱりきついな。しょうがない、撤退させましょう。でこちらの舞台でこう通って長篠攻め、北条氏康も続いてもらいましょう。長篠が本当激戦ですね。いや、93年版の長篠の戦いですか。加勢いたします。よし、包囲に入った。高藤は耐久3000、低いな。ならこの兵力で大丈夫だ。ガモーか、どうしようかな。かしこまりました。あと出せる兵はいますか。この辺も兵が迫ってきているんですね。お味方が捕獲されました。重荷を負う覚悟わしにはできておる。さて岡崎にたどり着いたが、非常する。耐久7500か、硬いな。高藤は包囲状態に入ったか。ならば兵糧ないな。出るとするか。まあいい、こちらに向かわせましょうか。承知いたしました。あとは朝廷工作を進めているので、そちらがなんとか100まで貯まればいいんですけれどね。ご命令下され、報告いたします。今どうですか朝廷は。59か、あと6ヶ月か、半年かかるんですね。なんとかそれまで我が勢力保ったまま持ちこたえていきたいところ。出るとするか。お味方討ち死に。さすがガモ手強いな。
まあ、上杉さんもまだまだこう兵力を残しているようですが、なんとか羽柴をこのまま引きつけておいてもらいたいところではございますが、よし、南の援軍がなんとかたどり着きました。止まれ、止まっちゃダメ。あんたらはね、家康の救援ですよ。お任せください。承知いたしました。本当にそう思ってるんでしょうかね。承知いたしました。いい直政がやられたか。高藤はもうちょいだな。これが我が魂、我が覚悟で、上原が心配なんですよね。最上義明は撤退。上原耐久2000。いや、上杉には譲りたくないですよ。三河武士の魂、決して砕けぬ。お助けいたします。出陣するぞ。おお、司馬さんがお亡くなり。おお、徳川秀忠。まあ、知略政治は高いんですね。知ったか。なるほど。ご命令くだされ、報告いたします。長篠はね、なんとか包囲まで行きそうですが、耐久7500、硬いんですね。となれば、できるだけ多い兵力で包囲していきたいですよね。この辺は危ないな。じゃあこちらを救援に向かわせましょうか。任せください。駿府が兵力回復してきているんですね。じゃあ長篠攻め。あとこんなものか。なんとか動員できそうなのは小田原もいるが、どうだろう。危ない気はするな。一旦岡崎までなんとか行ければいいんですよ。この辺はね、なんとか上杉が引きつけておいてもらっているので、それでなんとか橋場攻めを進めていきたいところではございますが、とりあえず今月中には高藤は落ちる。これで本庄を一つゲッチュですね。お味方が捕獲されました。この戦、我らの勝ちだ。大丈夫かな。家康は捕虜にはなっていない。セーフ。津軽さんどうしようか。津軽さんこっち迎えるかな。城へ戻る。うわー、どんどん来てますねこれ。包囲します。よし、包囲に入った。包囲に入ったなら伊達を岡崎に向かわせましょう。なんかもう意地でも岡崎を取るぞみたいな雰囲気になってますが、いや情けないですが、ゾンビアタックでいきましょう。よーし、捕らえたり。上原が落ちた。グッジョブグッジョブ。さて続きです。岡崎攻め、なかなか攻めあぐねてはいますが、なんとかね、敵は撃退しつつも包囲状態を繰り返しているんですよね。少しずつでも削っていきたいところ。助立ちいたす。長篠も敵の手が来ているんですね。出陣するぞ。まあ、我々としてはね、朝廷工作でなんとか停戦に持ち込みたいんですよね。いや、岡崎を落としますよ。来ているな。どうしようかな。南条さん、ちょっと向かってくれる。お任せください。わけべの相手をしてもらいましょう。
長篠はなんとか包囲に持ち込めましたが、北から来ていますね、織田信兼か。さあどう動く、来るな、やはり来るならば一部隊、そうだな、視力8、包囲力は81、75、69、じゃあ朝比奈さん、かしこまりました、押さえてもらいましょう。よし、長篠はなんとか落ちるな。問題は岡崎、伊達政宗は到着しましたが、敵の増援がやはりどんどん来ますね。表情を始めます、報告いたします。しょうがない、じゃああなたにはこう言ってこちらを攻めてもらいましょう。もうなんとかね、牽制使っていくしかないですもんね。承知しました。いや、よろしく頼みますよ、頼みますよ。逃げたければ逃げなさい。やっと長篠が落ちたか。いやー、激戦でしたね。いやー、おう、朝比奈さんもういいよ、154はもう下がりましょう。で、こちらの舞台で家康か。お任せください。いや、よろしく頼む。なんとかね、牽制してもらいましょう。岡崎が落としたいよ。なんて、なんさ、なんたってね、あの、本庄ですからね。いや、カミカミになるほど興奮している実況ですが、シーズン1ではね、北から攻めていましたが、今回は南から行きますよ。あの時はね、そうそう、武田と協力してたんですよね。こちらもゾンビアタックですよ。いや、いい、いいです、いいですよ、本当。もうね、あの、東関東の力をね、見せてやりましょう。おー、感づいたか、イコマか。我が戦、お見せしましょう。表情を始めましょう、報告いたします。さて、岡崎攻めです。歩みは遅けれど、なんとか進軍している我々ではございますが、南からも援軍か。下津も荒井連強いな、いいな、いいの持ってるね、ほんと橋場家。待機せよ。もうね、岡崎を落とすためにね、かなり無茶な戦いをしてますが、もうどこを選んでるかわからないですもんね。はい、ここですよ、行きましょう。三河攻めすごいことになっていますよね、本当。待機せよ、出陣する。ちゃんと牽制の効果が出ていればいいんですけれどもね。三河武士の魂、決して砕けぬ。いいところで停戦したいですよね。もう一つ立ちましたよ。おっと、大久保忠世さんが亡くなりました。もう94年か95年ですもんね。報告いたします。先月の終始です。まあ、どうせあとね、4年すればね、秀吉も亡くなるんでしょうね。そういえば秀吉今回見てないですよね。上杉攻めに加わってるんでしょうか。何なりとお申し付けよ、毎度大きに。加勢いたします。加勢いたす。もうこの辺の部隊もどう対応していいのかわからないような状況になっていますよ。出陣します。ひれ伏せ。これが独眼流の戦だ。お任せください。どうした、まだまだゴズメはいるぞ。承知いたしました。いざ戦へ。
あと出せそうなのは、お、ここも行きますね。さすがにこれ羽柴もね、結構息切れしてきているんじゃないんですか。その辺期待しているんですけれどもね。敵さんもやっぱりまだまだいる様子。重荷を負う覚悟、わしにはできておる。家康さんがかなり頑張ってくれているんですよね。ですが増援として8000の部隊が来ました。伊達政宗もやられるか。側面攻撃はもう限界のようですがね、なんとか落としていきたいところ。報告いたします、報告いたします。さて三河攻め続きですよ。なんとか牽制していきたいところ。お、お味方が捕らえられました。11000、マジかよ、まだそんなの持っているんですね。いや、なんとか岡崎を取っていきたいんですけれどもね。手柄を立てよ。すごいな、本当。やっぱ近畿は美味しいな、そう考えると。出陣します、出陣します。よし、朝廷工作完了。出陣するぞ。見なしにするな、生きるのだ。にやり。行くぞ。あ、結構いるな、やめよう。てっきりね、岡崎の舞台だけかなって思ったんですよ、このガモですね。ですがそんなことはなかった様子。加勢いたします。包囲不完全か、踏む。もう十分かな。よし。で、これでなんとかここ高遠周辺を取って、でこんな感じで我が軍の領土が広がりました。まあね、岡崎攻めは次ですね。もうね、みんな満身創痍なんですよ。さすがにこんな状態で戦は続けられないので、一旦撤退させて、で再編成して岡崎攻めに移りましょう。ではね、ちょっとね、ぐだっていますけれども、なんとか我が軍少しずつ勢力を広めております。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。若殿でした。